かけてですね、報告書をまとめるということになっております。で、横浜市ではこれを機会に、皆さんと一緒にですね、温暖化ですとかエネルギーの問題について考えようということで、去年からいろんなシンポジウムを開催したりですとか、さまざまなイベントキャンペーンを行ってまいりました。で、ちょうどアースアワーの日がですね、その IPCC の総会と重なったということで、横浜市として今回アースアワーに参加するということにしました。で、ライトアップをしています市の関連施設はもちろんのこと、この港未来21地区を中心にですね、たくさんの呼びかけをさせていただきまして、たくさんのモニュメントですとか事業所、それから市民の皆様が参加してくださることになっております。で、ちょうど今IPCC の会議パシコでやってますけども、そこでもですね、実は夕食の時間をわざわざ8時半にずらしてですね、そこでもライトダウンするというふうにいうことになっています。で、そういったことで、このですね、環境未来都市でもある横浜からですね、温暖化防止に向けたメッセージを世界に発信できればというふうに考えております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてこのアースアワーの今年の親善大使、皆さんさっきダンスをご覧になってご存知かとは思うんですが、なんとスパイダーマンが選ばれまして、みんなそれぞれ持っている力を発揮し、一人一人が地球を守るスーパーヒーローになろうというメッセージを世界中に発信しております。はい、ここでスパイダーマンシリーズの映画を配給していますソニーピクチャーズの後藤様より、なぜ今年の新年大使に選ばれたのか、じっくりお話を伺いましょう。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは、ソニーピクチャーズの後藤と申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。で、また今回アースアワーの親善大使にスパイダーマンが選ばれたことを非常に嬉しく思っております。なぜ選ばれたのかというのを大きな理由が2つございまして、まずこのアメージングスパイダーマン2という映画はですね、4月の25日から公開されるんですけども、この映画の中でですね、エレクトロという世界中の電気をこう集めてですね、自分のパワーに変えて悪事を働く敵、最大の敵役ということでエレクトロというキャラが登場するんですけども、それにですねスパイダーマンが立ち向かっていくというところで、温暖化を止めたい、環境を守りたいというこのアースアワーのですねコンセプトと合致したという点がまず一つ目でございます。で、二つ目はですね、ソニーピクチャーズの映画市場を制作現場からプロモーションに至るまでですね、非常に環境に優しい形でこのアメージングスパイダーマン2というものが作られております。いくつかあるんですけども、例えばですね、映画のアメージングスパイダーマン2の中でも登場するピーターとグエン の卒業のする、卒業式が行われた公園があるんですけども、そちらは大型のハリケーンによってですね被害を受けた公園でして、撮影、1日につきその公園にですね1本ずつ木を植えていったということで、かなりアメリカの映画は撮影に長引く非常に時間を取ってるんですけども、一本一本1日ごとに木を植えていくという環境活動をさせていただきました。それからですね、制作者とかスタッフキャストなどが、かなり大量の人数が動く映画なんですけども、飲料用のですねボトルを皆さんに配りまして、ペットボトルではなくボトルを配ることで、なんと19万3000本もの、ペットボトルを消費せずに済んだということで、非常にその優しい活動をしております。はい、このようなその地道な活動によって、4000万円 分ぐらいの削減ができたということで、環境大使選ばれたことを本当に光栄に思っております。お父様ありがとうございました。なるほど、たくさんの努力がされているわけですね。ということはエコな活動は環境にも優しくてお金を使わずに済む、一石二鳥ですね。皆さん何かされてますか？今日からしましょうはい、皆さん身近なところから始められるので今日から何か始めてみてください。そういうことなんですが、あれ、私ちょっと今日スパイダーマンが来てるって聞いたんですけど、皆さん見えますかね？あ、もしかしてあそこにいるのってスパイダーマンかな？あれ、皆さんはスパイダーマンですか？
じゃあぜひぜひそのスパイダーマンに登場していただきたいんですが。こまでどうぞ、こっちまで出してください。うわ、たくさん。すごい、どん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 出てきます。私はどこに行こうかな。ちょっと一個前に出させていただいて。私の居場所がなくなりました。皆さんどうしましょう。ですね、せっかくなのでというか、まあ、本物のスパイダーマンよりちっちゃいなと思う方いらっしゃいますか。はい。私が想像してたスパイダーマンはもうちょっと大きかったんですけど、ということなんですが、アーサー版の新ネタ師のスパイダーマンのちびっこ版のちびっこスパイダーマンたちが来てくれました。皆さん拍手お願いします。ですね、ちょっとお話を聞いてみたいんですが、ものすごく私を見つめているので。じゃあこのスパイダーマンさんにどこから来ましたか。東京港区です。素晴らしい模範解答。なるほど。じゃあ真ん中あたり、お、手を挙げて率先しているスパイダーマンに、おいくつでいらっしゃいますか。9歳です。皆さん、ただの9歳じゃないですよ。9歳です。じゃあそうだな、スパイダーマンになった感想を聞きたいんだけれども、ギリギリこっちまで行けるかな。じゃあスパイダーマンになった感想どうですか。